女の子って一定数いるじゃん。いわゆる愛されブス顔面がそんなにめちゃめちゃ可愛いわけじゃないけれども、男の子から常に一定の支持を得ているみたいな感じの、そういうブスに私はなりたい。というわけで今日は愛されブスになるためにはどうしたらいいのか、私の身の回りにいる愛されブスを徹底的に研究調査いたしました。愛されブスになる方法、清潔感を人一倍大事にする。ブスでも愛されてる女の子ってみんな共通してちゃんと清潔感がある。ちょっと近所のコンビニ行くだけでも最低限身だしなみをきちんと整えて出かけてるとか、髪の毛とかも枝毛とかないようにちゃんと必要最低限お手入れされてるなとか、そういうところが大事。清潔的に使っていこう。ただここで本当に注意してほしいのが整髪料。髪の毛をきれいにしようと思ってワックスつけたりとか、ヘアオイルつけたりとか、洗い流さないトリートメントとか、タイルにつけたりとかするとか、あれめちゃめちゃ危険。あれ一歩間違えたら髪ベッタベッタになるからね。ベトベトンからのベトベターみたいな感じになって、綺麗にするつもりが逆になんか、あれお風呂何日間も入ってない人みたいな感じになっちゃうから、あれマジでみんな気をつけて。マジでベトベトンからのベトベターみたいな感じになっちゃうから、マジでベトベトンからのベトベターみたいな感じになっちゃうから。変に恋愛の駆け引きをしない。雑誌とか読んでると恋の駆け引きモテテクニックとか書いてある特集ページとかあるけど、あれ絶対ブスは真似受けちゃダメ。あれは美人よ。あれをブスが真似受けて実行しちゃったら愛されるブスにはなれないの。まあ、例えば恋愛テクニックにありがちな、あえて LINE の返事を遅くするとか、あえて LINE を返さないみたいな、こうなんかじらし作戦みたいなやつ。あれ美人がやったらツンデレだなとか、怖くまでな駆け引き上手みたいな感じになるかもしれない。ブスがやったところでブスの伏線に駆け引きしてくんだよ。わあ、このブス LINE もろくに返せないのかよ。ひねくれブスだなみたいな感じの評価になっちゃうから。ブスは素直であれ。犬に例えてみると分かりやすい。めちゃめちゃ可愛いフォッフォのトイプードルとかがさ、ちょっとさ、ふんってなんかこう、ふんってやっても可愛いじゃん。あれどうしたの、ツンツンしてるの可愛いで、わけけけけけけってなるじゃん。でもさ、ブスサイクなブルドッグがさ、ふんってなんかこう、わざとそっぽ見て、ふんとかされたら、めちゃイラッとせん。お前がすんなよってなるくない。逆にブルドッグでブスサイクな顔でもなんかこうさ、じーっと見てさ、飼い主さん好きみたいな感じでじーっと見てるブルドッグ、めっちゃ可愛いじゃん。そういうこと。もうブルドッグがやって可愛い行動をやればブスは間違いない。積極的に人間味を出していく。ブスの強みって積極的に人間感を出していっても、なんかそれが逆に愛着に変わるっていうことだと思う。例えば北川景子ぐらいの顔が整った美人がいきなりおならブーってしたら、ちょっと、あ、北川景子もおならするんだ、そうだよね、分かってなくて人間だから当たり前だけど、そうだよねみたいなテンションになる。でも私みたいな女がいきなりブッとおならしたところで、もうなんだよ、いきなりおならすんだよみたいな、むしろ吠えましい空気になるくない。この差を上手に利用できるかできないかが、愛されブスになるか愛されないブスになるかの、割れ目だと私は思う。ちなみにおならをした後って絶対恥ずかしがった方がいいらしいよ、なんかの本に書いてあった。まあ、その平然な顔してブッとおならして、おならしましたけど、はい何かみたいな顔してるよりかは、ブッおならしました、あでちょっと、あ、出ちゃったぐらいの方が可愛いんじゃない。わかんないけど。恥じらいは大事。バンドはエイジ。好きなタイプにいちいちへこまない。男の子に好きなタイプはって聞いて、ああ俺は橋本環奈みたいな子が好きだなとか言われたら、ああもう私橋本環奈なんてほど遠いから無理だって思うかもしれない。でもそれ大きな間違い。だって私好きなタイプは綾野剛だけど、元から綾野剛に似てるかって言われたら全員全く似てないもん。結局人間慣れしても好きなタイプなんてあんまりそんなに関係ないの。みんな好きになっちゃった人がタイプ、そうなっていくもの。ああ恋って素敵。ちっちゃいことでいちいちへこんでたら恋愛なんてできない。ちっちゃいことは気にすんな、それ若ちこ若ちこ。最後に、とりあえず何が正解かわからなくなった時はブサカワ犬に置き換えて考えよう。結局ブスだけど可愛くて、ブスだけど愛されてるのってブサカワ犬だなってことにたどり着いた。だいぶ偏った思考回路だから、ブスが自分の行動に迷った時はとりあえずパグとかフレンチブルドッグがどういう行動してたら可愛いだろうって考えて、それに置き換えて考えたら間違いない。あとブスはとりあえず困り顔しといたらいいって誰かが言ってた。パグとかすっごい困り顔でこっち見てくるじゃん、こうなんか